ドクター伊藤のデンタルアベニュー。この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。今日もこの時間がやってきました。ドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日も私コスタメサにありますロフトデンタルスタジオにお邪魔しています。ご紹介しましょう。伊藤浩一先生です。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回の放送で最後やっぱりフロスも重要だよっていうねお話を、そうでしたね、はい、はい、していただいたんですけど、今回そのフロスに関する質問が来ています。はい、ラジオネーム実家は酒屋さんです。実家酒屋さんですね。何笑っちゃってるんですかそこで。だってラジオネームで実家は酒屋ってなんかちょっと新しいなと思って。あ、いやでも僕好きですこういうラジオネーム。はい、デンタルアベニューに質問です。はい。40になって今更ながらデンタルフロスを使い始めました。はい。そしたら歯の間に隙間ができたような気がして不安なのですが、このまま続けて使い続けていいのでしょうか。ちなみに使っているのはビニール素材っぽいやつですという、はい、まあ結構シンプルな質問なんですが、はい、まずシンプルだけど、はい、フロスは奥が深いので、これ奥深いですか。ちなみに まずこの実家は酒屋さんは、はい、40歳になるまで特にフロスは使ってなかったってことですね、まずは。トゥーレイトってことはないですから。ないですか。もう今このラジオ聞いてもらって、はい、自分もやってないと思えば、はい、今からでも構わないので、はい、ぜひ使い始めてください。もうやっぱりねフロスを使い始めると、うん、全然やっぱり歯ブラシだけではできなかったクリーニング、はい、できなかったレベルでのクリーニングができるようになるので、はいはい、やっぱりね、ずっと使ってるとだんだんこう気持ちよくなってきますし、そうですよね、こうフロスをやらないと気が済まなくなってきます、毎日やってるとね。で、実家は酒屋さんはで使い始めたら歯の間に隙間ができたような気がするっていうふうに書かれてるんですが、まず考えられるのは、はい、フロスを例えばしたことがないっていうと、はい、どうしても歯と歯の間に溜まってるんですよね、歯垢、はい、がね、うん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 、で歯垢が溜まってると、まあ、先々週のお話で、はい、3週間すると石灰化して歯石になりますので、はい、歯石とか歯垢が溜まっている状態だと歯茎が必ず炎症を起こしています。歯肉炎っていう状態になってますので、はい、そうすると歯茎ってこうブクッと膨れちゃってるんです。あ、ちょっと赤く腫 れ、はいはい、っぽったくなって、うんうんうん、そういう状態がだん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 こう長く続くと歯の根を支えている骨っていうのは炎症大嫌いなので、はい、その骨のすぐ隣上で炎症を起こしてると、はい、骨がねその炎症から離れようとして溶けていっちゃうんです。レベルが下がっていっちゃうんです。はで下がっていってしまうので、その我々この、まあ、歯の周りの病気歯周病って言いますけども、はいはい、この歯周病のレベルを確認するのにですね、歯と歯茎にあるこの溝ポケットの深さで測定をするんですよね、うん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 、で健康な状態歯茎の状態っていうのは3ミリのポケットがあるんです、はい、2ミリから3ミリ、うん、で歯肉炎を落とすとこれはですね火星ポケットっていうんですけども、はい、プクッと腫れちゃいますから、はい、3ミリだったポケットが4ミリになっちゃうんですよね。そうかそうか、そういう風になりますよね。上に上がっちゃうんです。そうですね。で4ミリになる、はい、この状態でずっと例えばもう何ヶ月も何ヶ月もあるいはもう何年もって続いちゃうと、うん、まあ、いずれにしても骨がこう溶け始めます、はい、そうすると4ミリだったポケットが今度5ミリになる、はい、5ミリになると健康な状態が3ですから、うん、もう、はい、ものすごい 60% 増しぐらいのポケットですから、そうですよね、はい、これはもうもっとそこに歯垢が溜まって、はい、で歯石ができてで炎症がだからさらにこう加速して悪くなって、はい、で骨もどんどん溶けていく、うんうん、そうすると5ミリだったポケットが6ミリ、はい、6ミリ、6ミリが7ミリ、はい、っていうふうにこうだんだんなっていくんですよね。で、うん、歯磨きをしてフロスをすると、はいはいはい、歯茎が引き締まってきます。引き締まった時に、うん、例えばもう骨がすでにこう下がって4ミリ、はい、5ミリっていうポケットができてた人は、はい、歯茎がこう引き締まると同時にちょっとやっぱり歯と歯の間に隙間ができたようになっちゃうんです。あーなるほど、わかりますか。わかります、はい、だけれども、うん、健康な状態なんです。こっちの方がこういう、まあ、その隙間があるように感じてもそっちの方がそっちの方が歯茎にとっては健康な状態なので。あーそうなんだ、はい、だからまあうん、しょうがないといえばしょうがないんですけども、歯
歯茎にとってはそっちの方がいい状態なので、うん、確かにこう歯茎がね少し落ちてきたり、はい、することがあります。そうなんですね、はい、よく出る質問はね、うん、ウォーターピックってご存知ですか？あ、わかります。フロスみたいなの水でやるやつですよね。はい、そうですね。ウォーターピックで、うん、はい、歯ブラシとウォーターピックをやってますって方よく聞くんですけれども、はいはいはい、ウォーターピックはですね、フロスの代わりにはならないんですね。え、そうなんですか？汚れは当然取るんですけども、はい、でもフロスの代わりにはなり得ないということで、ですから歯ブラシとウォーターピックの2つだけやるんであれば、はいはい、ウォーターピック抜いて歯ブラシとフロスしてもらった方がいいですし、はい、フロスもいろんな種類がありますよね。ありますね、はい、丸いもの、テープのもの、うん、ありますよね、はい、細いこう糸みたいなもの、はい、で糸みたいなものもミシン糸みたいな糸のものもあればですね、はいはい、タコ糸みたいなものもありますね、ありますので、はい、その辺のこう厚みとかね、うん、あれもやっぱり好き好きがあると思うの、うん、好き好きがあるのと、うん、やっぱり歯と歯の間のスペースがどれだけあるかによっても違いますし、そうですよね、はい、言っていただければ、うん、うちでおすすめっていうのもあるんですけども、あ、そうなんですね、うちでなくても通、はい、っておられる歯医者さんに聞いていただければいいと思いますので、ということで今日もありがとうございました。ありがとうございました。